空に浮かぶ島。長老様の夢の通りなら、ここに闇を打ち払う力が。何でしょう。見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。何者か知らねえが、出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。なんだこいつ。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。オイラは神の民だよ。神の民？なんだそれ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層な奴がこんなところで何してんだ。そりゃあもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて、里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことがさぞおつらかったでしょうね。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがれ。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね。ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名はダティじゃないよ。それに魔王が倒されて大女様が復活すれば、
大いなる命の流れもよみがえる。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた、こいつのこと。清らかで神々しい、この炎が聖なる種火なのでしょうか。これはアザが反応している。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。ん、皆様、あれを。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。今の光景、みんなにも見えていたのよね。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たち。なら先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。試してみる価値はありそうじゃ。他の苗木も調べてみるかの。
何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からしてただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いが、しかし何のために。そうですね、それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。光景は一体。先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。あ、もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。よし、決まりだね。それじゃ、情報は少ないが、先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちなら、きっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのは、この場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。あ、思い出しました。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。ああ、その通りだ、行こうぜ。なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。
先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。天空の古戦場じゃと？しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。兄ちゃんたち、行くなら気をつけてね。もう何百年もの間、神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。そのような場所が。ならば、実際に行って確かめるしかあるまい。そうそう、もし何をすべきか忘れたら、またオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。みんな、頑張って。
ますね。Thank you.
ャズオ。Thank you.